関西大学博物館は、大阪府水田市山手町の関西大学校内にある、博物館。高松塚古墳壁画再現展示室展示毎日、新聞社主、関西大学評議員であった、元山彦一の考古資料コレクションを中心に、考古学、歴史学、民俗学に関わる、資料、美術工芸品などを収集展示している。当館は、 1952年、当時関西大学に在職していた考古学者、末永正夫が学内に設置した考古学研究室に橋を発する。同研究室の発足直後、関西大学は毎日新聞社主であった元山彦一の膨大な考古資料コレクションを遺族から譲渡された。本山コレクションは、 その一部が前述の考古学研究室で展示されていたが、1960年代に大学紛争が盛んになると、コレクションは安全を期するため、一時大阪市立博物館へ移動された。1974年に文学部考古学資料室として学内での展示を再開。1985年に元図書館の建物である漢文館へ移転した。 1994年4月には、博物館法に基づく施設である、関西大学博物館として開館した。2008年には、高松塚古墳壁画を当藩で再現した高松塚古墳壁画再現展示室を開設。2010年には、大阪都市遺産研究センターが設置された。例年、春には企画展、秋には、博物館実習の受講生による、 展示会が行われている。本山コレクションは、大阪毎日新聞社社長を務め、関西大学評議員でもあった、元山彦一が収集した、考古資料のコレクションで、重要文化財2件、重要美術品12点を含む。コレクションの前身は、幕末から明治にかけて活動した、政治家、洋学者で、東京人類学会初代会長を務めた。 神田公平のコレクションを引き継いだものであった。神田の収集品には、重要文化財の石枕、埼玉県熊谷市上中城出土の人物派には、青森県亀川海石出土の土偶などが含まれる。これに、元山自身が収集した日本各地と一部国外のものを含む広告資料もコレクションに加わった。元山自身の収集には、 重要文化財の河内国府遺跡出土品が含まれる。このほか木村県阿詩道や柏木家、一郎急増の石器もある。このように、本コレクションは広範な時代と地域にわたる、考古資料を含み、学史的に重要な遺物を含むことから、その学術的価値が高く評価され、2011年に、 元山彦市収集考古資料18,945点として国の登録有形文化財に登録された。博物館の入居する建物、漢文館は1928年に図書館として建設され、1955年村の統合の設計により円形部分が増築された。博物館展示室入り口の受付には、 図書館時代の貸し出し、カウンターが現存している。漢文館の名称は、中国の古典、中央の一節から取られている。2007年には、国の登録有形文化財に登録を経て、2018年3月23日に、大阪府指定有形文化財になった。AB、遠隔。公式ウェブサイト。関西大学博物館。 2019年8月18日閲覧。関西大学博物館造本産コレクションの由来。公式ウェブサイト。関西大学博物館。2019年8月18日閲覧。文化庁文化宝部。新登録の文化財。月間文化財573。第1放棄20。2011。P45 大阪府ホームページ。ありがとうございます。